まあちょっと硬かったんですけど、まあ若いしまだここからもっと強くなっていくと思って期待してほしいですね、はい。今後の目標とかありますか？やっぱり兄弟でライジンでさせてもらえたらもっと盛り上げるんで。ジムに入ってやってるうちに、あ、俺センスあるなみたいな、やっぱり弟もセンスあるのかなと思って、ちょっと家の外に呼び出して殴りかかったら避けたんで、ああじゃあちょっと一緒に格闘技やろうよってことで、はい、いきなり。そうです。結構もう本当に失神させようかなと思って殴ったんですけど、意外と目が良くて、でパンチとか蹴りを全部避けれたんですよ。地元の愛知で8月に決まってるんで、そこにはず一緒に出たいっていう思いが強いですね。